新高山登れという暗号の言葉そのものを聞いたことがある人は多いのではないでしょうか。ですが、新高山登れという暗号の意味や別の暗号であるトラトラトラとの違いについて明確に説明できる人はそう多くはないと思います。そこで今回の動画は、新高山登れという暗号の意味、新高山はどの山なのか、別の暗号であるトラトラトラとの違い、それぞれの暗号はどこから発信されたのかについて詳しく解説したいと思います。特にこの動画は、新高山登れという暗号は知っているけど説明できない人、日本の歴史的暗号の成り立ちについて知りたい人にとっては有益な内容となっているので、ぜひ最後までご覧ください。新高山登れという暗号の意味。新高山登れで知られている暗号の全文は、新高山登れ一蓋丸八になります。この新高山登れという暗号が意味しているのは、1941年12月8日にアメリカ・ハワイのアメリカ軍艦艇、施設、基地を攻撃せよとの命令を意味しています。つまり12月8日午前0時をもって対米英海戦を伝える暗号になります。もちろん日本が自ら唐突に戦争を開始したわけではありません。1941年11月26日、中国からの完全撤退などを求めた最終通告である春ノートを突きつけられた結果です。この春ノートについては、前回の動画で詳しく解説しておりますので、そちらをご参照ください。では、この暗号で使われている新高山は日本のどの山を指しているのでしょうか？新高山はどの山なのか？結論からお伝えすると、新高山は日本の山ではありません。台湾にある標高3952メートルの玉山という山のことを意味しています。では、なぜ日本にない台湾の山を暗号に使ったのでしょうか？それには日清戦争が大きく関係しています。1895年に日清戦争で清国に勝利した日本は、下関で日清講和条約を締結し、その結果台湾が日本へ割譲されました。つまりそれ以降、台湾は日本の領土の一部となったわけです。その台湾領有域に、この玉山が富士山の標高3776メートルよりも高いことから、日本一標高の高い山として知られるようになっていき、大日本帝国の学校でも日本一の山として教えられていました。そして、この新高山という名前は、明治天皇が富士山よりも高い新しい日本の最高峰という意味を込めて新高山と名付けられました。トラトラトラとの違い。トラトラトラの暗号の意味は、我奇襲に成功せりで、真珠湾へ日本が奇襲を仕掛けることを自軍に伝える暗号になります。トラトラトラという暗号の言葉そのものを聞いたことがある人は多いのではないでしょうか。では、なぜトラが暗号として選ばれたのでしょうか。当時、第一航空艦隊の航空乙参謀だった吉岡忠和氏によると、トの次に紫をつけたトム、トラ、トサ、トキの4つの略語のうちのトラにたまたま奇襲成功の意味が当てはめられただけで、深い意味はなかったと話されています。またはある人は、トラは千里行って千里帰るという言葉になぞらえて、活力に満ちた行動力のある様など勢い盛んなことを例えた言葉であるから虎が使われたとも。多くの人が我奇襲に成功せりという言葉から、真珠湾への奇襲攻撃に成功した後、虎虎虎と伝文を送ったと勘違いされていますが、正確には奇襲前です。日本軍が真珠湾を奇襲攻撃することにより太平洋戦争が開始されることを伝えた暗号伝文なのです。つまり、新高山登れ一蓋丸八は、12月8日午前0時をもって対米英海戦を伝える日本海軍の暗号であり、トラトラトラは
今から真珠湾へ奇襲攻撃を開始し、太平洋戦争が始まることを伝える暗号というわけです。それぞれの暗号はどこから発信されたのか。新高山登れ一札丸八という暗号の発信場所は、千葉県船橋市海軍無線電信所船橋送信所です。この電文は山口岩国沖に停泊中の連合艦隊機関戦艦長門から1941年12月2日午後5時半連合艦隊の全部隊に発信されました。そしてトラトラトラは真珠湾攻撃時に攻撃隊長である淵田光雄中佐の搭乗する97式艦上攻撃機から第一航空艦隊司令部である空母赤城に当てて発信されました。ちなみに淵田中佐はトラトラトラの暗号の前にトトトという暗号伝文を送っています。この意味は全軍突撃せよという意味になり、その6分後に初弾が打ち込まれました。春の音以降の時系列。1941年11月27日、アメリカ側が交渉文書を日本側へ提示する。12月1日、御前会議が開かれ、春の音の受諾は難しいと判断し、全閣僚出席のもと、対米英蘭海戦を決定する。12月2日、日本海軍連合艦隊司令部が、新高山登れ一札丸八の暗号伝文を北太平洋上を航行中の機動部隊に送信する。12月8日午前1時30分、日本海軍の機動部隊が攻撃開始地点に到着する。12月8日午前3時19分、淵田光雄中佐が暗号文トトトを打電する。12月8日午前3時22分、淵田光雄中佐が暗号文トラトラトラを打電する。12月8日午前3時25分、急降下爆撃隊が陸軍飛行場へ250キロ爆弾による爆撃を開始し、これが初弾となり、アメリカ軍との戦争が開始となった。まとめ。今回は新高山登れという歴史的暗号の意味とトラトラトラとの違いについてまとめてみました。今回の動画をまとめると以下の通りになります。新高山登れ一札丸八は1941年12月8日にアメリカハワイのアメリカ軍艦艇施設基地を攻撃せよという意味であること、新高山は日本の山ではなく台湾の山であること、トラトラトラが奇襲攻撃後に送った暗号伝文ではなく奇襲攻撃前に送った伝文であること、特に新高山が日本の山ではなく台湾の山であること、そしてトラトラトラが奇襲攻撃後に送った伝文ではなく奇襲攻撃前に送った暗号伝文であることに驚いた人は多かったのではないでしょうか。ぜひこの新高山登れなどの暗号に関してあなたが知っているエピソードがあればコメント欄に記入して教えてください。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。スーパーサンクスは書籍の購入や動画編集費用に充てさせていただいております。いつもありがとうございます。コメントはいつも楽しく拝見しています。ぜひご記入ください。